はい、こんにちは。今回なんですけれども、現在そのセントパトリックデーのイベント真っ最中で、この大台僕は今27まで進んでいて、たびたびこのピクミンを6匹育てようというお題が出現するんだけれども、このお題になった時に、このお題を早く終わらせる方法っていうのが溜め込んでいるですね、この金の苗、これを使うと、サクッと終わらせることができます。ただね、今回そのイベント中、セントパトリックデーのイベント中に入手した金の苗をね返すのではなくて、このすっごい昔に入手したこの金の苗とか、あとこのイベントの苗ですね、これらをねちょっと今回返していこうかなと思います。これと、あとこのイベントマークのついた苗と、あとはこの過去に入手した古い苗ですね、これ見つけた日から順番に相当していって、これとかめちゃくちゃ古い苗、いつこれ、去年の8月だ。めちゃくちゃ古いな。もう余裕で半年ぐらい経ってる苗ですね、入手してから。ちょっと今回これをね返していこうかなと思います。何が出るなら本当に全く覚えてないわ。あ、すいません、あと1個言い忘れて、昨日出した動画でですね、アネモネのエキスと花びらの入手の仕方どうすればいいのって動画出したんですけれども、1個ね大事なことを触れてなくて、ウィークリーチャレンジですね、明日から始まるウィークリーチャレンジ、明日は3月の6日の月曜日ですね、月曜日から始まるウィークリーチャレンジのこの花植えのチャレンジからですね、おそらくだけれどもこの報酬がね切り替わって、アネモネがゲットできるようになるんじゃないかなと思います。だからね、この花植えのチャレンジをなるべく早めに終わらせることができれば、お題7とかのね、そのアネモネ植え置きのタスクにもね対応できるかなと思います。今回のイベント期間中はこの花植えチャレンジも非常に重要になってきます。花植えチャレンジすることで、大体ですけれども、季節の花が手に入るんで、この花植えチャレンジも、やってなかった方だったり、あとその達成率 50% とか 60% とかで止まっていて、達成率 100% に到達せずに終わらせていた方でも、なるべく今回のイベント期間中は達成率 100% に届くように遊ぶと良いかなと思います。はい、帰ってまいりました。いや、本当はね、その今回公園に行こうと思っていたんですよ。せっかくのねセントパトリックデーイベントということで、公園ピクミンがねフューチャーされているから。ただね、急にその夕方から雨が降ってきてね、結局近所をうろついて帰ってきたって感じでした。うわー、もう明日も雨なんだよな、ちょっと困っちゃいますね。それではね、早速こちらの苗引っこ抜いていこうかなと思います。何のピクミンが出てくるのか楽しみですね。さあ、羽羽赤黄色羽青、羽ピクミン多めですね。さあ、これはなんだ、いきます。約半年以上前のイベント内です。フィンガーボード、懐かしい、いたわ、フィンガーボードピクミンでした、1匹目は。うわー、懐かしい、あったイベント、これ確か8月ぐらいのイベントでしたよね。2匹目はまた羽ピクミンで、こちらは何でしょうか、こちら何かな、おお、四つ葉じゃん、あー、四つ葉ピクミン、まさかの四つ葉ピクミンでしたね。これなんだこれ、一応公園マークがついてるイベント内だったから、何のイベントだったんだろうこれ、なんだこれ、8月だから。このピクミンですけど、ちょっと気になったので調べてみました。この四つ葉のピクミンなんですけれども、去年の8月に開催されたコミュニティデーの追加のボーナスで、四つ葉のピクミンが確定で出てくる苗がね発生する公演があったということで、おそらくねその時に手に入れた四つ葉のピクミンなんじゃないかなと思います。いや、そんなイベントもありましたね。なんか特定の何箇所、20何箇所から選ばれた公園にでコミュニティで遊ぶと、イベントのその苗が出てきて、そのイベントの苗から四つ葉が出てくるみたいな、そんな感じのイベントが行われておりました。いや、懐かしいねこのイベントも。で、赤ピクミン、イベント内ですね。これは地元で撮ったやつだ、なんだろう、わっ花札ね、うわ懐かしい、思い出すわ花札。そうだ、花札はコンプリートしてからも苗を引っこ抜かなかったんですよ。めちゃくちゃ苗を溜め込んでいたけれども、コンプしてからはもうやってなかったみたいな感じです。残りも花札かな、もしかしたらこの黄色も花札の可能性があるな。そしたら、あ、またフィンガーボード、あ、そっか、花札ピクミンのイベントとちょっと時期が近かったですもんね。
フィンガーボードピクミン、また出てきました。フィンガーボードもね、全種類追加されてもいいんじゃないかなと思うんですけど、それは今年のね、イベントに期待したいところですね。ちなみにフィンガーボードのイベントは去年のね、8月頃に行われておりました。またフィンガーボード。わー、多いね。フィンガーボード覚えてます？初日、イベント初日が、僕、北海道の函館にいたんですけれども、急遽ね、北海道の函館で動画を撮っていたんですよね。懐かしいわ。さあ、最後は？あー、お化けかぼちゃね。これは割と直近ですね、ハロウィンイベント。いやー、このイベント、ちょうど引っこ抜いた場所も舞浜あたりだから、まあ、ディズニーのそのキノコを狙いに行ったんですよ。まあ、ディズニーランドに行けばその他に遊んでる人もいるだろうということでね、まあ、みんなで協力してキノコを叩く系のイベントだったから、ディズニーランドでわざわざ出向いて行って、そこで手に入れたピクミンということになります。うわ、懐かしいね。で、イベントのお題はクリアということで受けております。今回の動画はこちらで以上となります。まあ、ずっと溜め込んでいた、まあ、金の苗が結構あったんで、今回まとめて引っこ抜いては見たんですけれども、懐かしい気持ちにやっぱなれますね。皆さん、その、金の苗とかね、僕みたいにイベントの苗とか溜め込んでる方いると思うんですけれども、まあ、結構ね、その溜め込んでいても結局、その、ボックス圧迫するだけだから、まあ、この際引っこ抜いても全然いいんじゃないかなと思います。懐かしい気持ちになれました、僕は。楽しかったですね。それじゃあ今回この辺で、以上とさせていただこうかなと思います。明日からのウィークリーチャレンジは花植えの方のチャレンジ、こちら注目です。花植えのチャレンジからもしかしたらアネモネの花びらが手に入るかもしれないんで、もしね仮にアネモネの花びらがリワードに含まれていたら、もう僕はね結構おかわりをねして回していこうかなと思います。それじゃあありがとうございました。